重罪人リヒト・バッハを見つけた者は即座に身柄を確保すべし、この者は伝説の撃墜王である。伝説の撃墜王？ええ、知らないんすか。彼らは300年前にあった廃棄戦争で活躍した英雄っす。300年前？そんな昔の人が生きてるなんておかしいじゃない。その上、奇妙な仮面をかぶってるだなんて、そんな人いるわけ？うわっ、いたアルシア、この世界に暮らす人々は何かをカウントすることを義務付けられている。誰もがカウントを増やそうと頑張り、減らさないように努力するのには2つの理由がある。1つはカウントの差がそのまま身分の差になってしまうから。そしてもう1つ、体に刻まれた数字が0になった時、その人は私、大事な人を探していて、旅の途中で聞いたんです。この町に伝説の撃墜王がいるって。だから私、リヒトーさんもずっと旅してるんですよね。旅の目的って？ねえ、ひなちゃん、撃墜王なんか探すのはやめなよ。彼らは英雄なんかじゃない、ただの人殺しなんだ。カウントが自分より高い人には逆らえない、そうでしょ？僕のカウントは5700。納得いかないなら星をかける。リヒトーさん、返してもらおう。彼女から奪ったカウントを。テレビアニメプランダラ、2020年1月より放送開始。